Stereo Crava, big up man, Sid, aka Oba-P, big things man. Robin, big up yourself. Strictly hardcore. Wagwan YouTube! はい、始まりました。大阪・関西レゲエ年表シリーズ。今回も出張収録ということで、この場所、大阪・関西はもちろん、関西以外の人もこの場所来たことあるっていう人、たくさんいてるんじゃないでしょうか。大阪・アメリカ村キングストンラウンジに今日はお邪魔してます。ということで、今回のゲストは、Mr. ツージー！どうもー！よろしくお願いします。来い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 よろしくお願いします。ツージー君のことは、まあ、たくさんのサウンドマンアーティストが、まあ、兄のように父のように慕ってるわけですけども、まあ、そのツージー君がどういうふうにその大阪や関西のレゲエシーンに携わってきたのか、うんうん、またそのツージー君から見たそのレゲエシーンの状況とか、はい、そういうのをいろいろお聞きしたくてお邪魔しました。よろしくお願いします。ということで。まず最初にゲストの皆さんに聞いてるんですけど、はい、ツージー君が初めてレゲエを聴いた時のこと、初めてレゲエという音楽を知った時のことを聞かせてください。そうですね、まあ、たまたま僕はちょっとサーフィンしてまして、おうおうそれがまあ17の時からやってまして、まあ、そこでまあ、ね、僕だけではいけないので、まあ、先輩がいてまして、それで先輩とこう行くようになって、まあ、その時にかかってたのが、まあ、レゲエボウ周りやったという。多分多くの人間が経験してるパターンですね。サーフィンに先輩に連れて行ってもらった車の中でボブ・マーリーとかそういうレゲエがかかってたと。それであこれレゲエっていう音楽なんです。そうですね。まあまあそのまあ夏に行きゃねあれかかってたらちょっとなんか気持ちいいなとそういう感覚で聴いてるだけでしたけどまあ何かこう興味があったのとまあたまたま僕のまあ義理の兄とかがこうレゲエがちょっと興味あったみたいでバーに行ったりとかして。そこでちょっとバーに行ってみないかっていうことでじゃあね行ってみようと谷町の方でそこに行って、うん、まあレゲエを知ったっていうのが始まりですね。その時はまあ興味はあるけどそんなにまだレゲエにはまってない時に一回ちょっとそのバーに行ってみようと。それは全然何も知らない別にレゲエっていうのも何も知らないけど、はい、なんかそういう音楽のバーがあるっていうのを知って。でまあ行かないかということで連れて行ってもらってそのお店っていうのはリズムはポッシーっていうところなんですけどリズムポッシーまあそこで出会ったのはまあもう師匠のテレビなるほどそれがきっかけでないと僕はもうこの子してないですからねゲストで来てもらった Mr.Ghetto ダディ T ことダディ・テルキさんですねに出会ってっていうそうですねそれが一番の大きいきっかけなるほどサーフィンをきっかけにレゲエに興味を持ち出してリズムポッシーに行ってレゲエとのそうですねそこでまあある程度メンバーがこういてたっていうのがまあ初めてのレゲエの人らとの関係ですね。そのリズムポッシー行くまではもちろんテルキさんとかとは全然知り合いではないです。はい、もう全然そういうとこから行ってるわけじゃなくて、たまたまそのバーに行った時に、まあ紹介してもらってっていう。その時にリズムポッシーに集まってて、テルキさん以外にこうリンクができたというか仲良くなったレゲエ関係者っていうのは。その時でまあまあちゃんと覚えてないんですけど、まあまあその時今もテルキもいるがカリシュウ君もいてます。カリシュウさんはい。でまあその中でもまあ別として江島さん江島コード江島さんともそこで出会ったのが一番初めじゃないですか。3人ぐらいまあ栃野純純さん純ジャマイカでラブリッシュという民宿やってるあの人もあそこで出会ってる。なるほど。もうその辺がもうツージー君とそのダンスホールビジネスとの。スタートっていうね。それが多分ね、20歳過ぎか20ぐらいだと思います。年代でいうと80年代。そうですよね。中盤。中盤ですね。なるほど。そっから、まあ、リリムポッシーに通うようになるっていうことですかね。そうですね。でもそこがね、僕が行った時はもうほとんどこう終わるかけだったんで、そこではまあ、なくなっちゃうのはなくなっちゃうんですけど、まあその人らのセレブさんとかいうつながりがあって、まあそこがそこで終わって、まあ江島さん。じゃあ江島さん、どこから来てる？まあ京都。話聞くと京都に、ラバラブというお店があるんで、じゃあ京都に遊びに行こうということで、まあまたもう一個始まりですね、これが。なるほど。で、その京都のラバラブに行くようになって、さらにレゲエ関係者とのこうつながりというか。そうですね。まあ言ったらまあ向こうのオーナーさん、ニックさん、ニックさんですね。ニック山さんまでやって、まああとはまあそういう周りの人、なんかこうきっかけまあ仲良くなった時に、まあニックさんがたまたま。なんか仕事関係で大阪にクラブを作ると、まあ君らまあ友達と言うんだけど来ないかという誘いがあって、じゃあそれ手伝おうと。そうしたんがまあ飲食でクラブのきっかけです。なるほど。レゲエのそのお店というか、そのスタッフ側に回るきっかけですよね。そうですね。なるほど。でその大阪にできたお店っていうのがダイナマイトっていう。ダイナマイト、福島区にあったやつですね。豪華した。なるほど。まあ僕はまあ店長としてまあなるほどやれへんかっていうのでまあ行かせてもらったっていう。そこでそういうとこを知った。まあ大阪のまあ伝説のクラブですよね、ダイナマイト。でもうそのオープン当初からもう店長というか、まあそうです。はい、もうスタッフとして、はい、もう工事から何から全部。なるほど。まああんなとこにクラブが出ても、まあこんなとこにわけはない。はいはいはい。なんていうんですかね、全然。なんかあんまり人もいてないような場所でしたからね。はいはいはい。結構でかい巨大な。そうですね。120、30通はありましたからね。で、そのダイナマイトができて、ダイナマイトで働き出す。はい。それはもちろん80年代ですよね。80何年ぐらいですかね。これね、FM802、あれが一番開局した時に、そのクラブ、ダイナマイトでクラブで、開局記念に、そこで、中継の放送したりとかをしたのが、そうなんです。だからその年なんで、まあ、FM802 の。FM802 が開局した年っていうことは89年。まあ、いろんなジャンルのイベント、特に、まあ、レゲエを中心に、まあ、いろんな音楽かかってたと思うんですけども、その時、ダイナマイトで、レゲエのレコードを回してた人、強く印象に残ってる人、どういう人ですか？そうですね。まあ、アップスターの幸之助君。幸之助君。はい。言われても、その時に、レゲエをかける人がいない。ああ、なるほど。で、レゲエといえば、ボブ・マリー。うん。だから、なるほど。そのジャマイカで流行ってるダンスホールをかける人っていうのはもうほんまにいてない。あとはどういう人が歌ってたとか、まあ奥村君もそうやろ。ああはい。林君、ドラマンベース、まああの人もまあスタッフで今いてます。あ、林さんもスタッフだ。どこ？ダイナマイト。ダイナマイト。それは知らなかったですね。そのラブリッシュ、まあ91年だと思うんですけど、僕もセレクターやり始めたのが91年で、もうほんまに自分がやり始めたと同時に梅田にラブリッシュ誕生っていう感じだったんで、強い、もう強く91年。はい、91年。92年はやってんねん。はい、ラブリッシュができた年に僕もはいセレクタースタートしてます。なるほど。はい。でそのラブリッシュができて、ラブリッシュまあ91年からスタートして、ラブリッシュそのオープン当初にレコードを回してた人、まあマーボーラもやってますよね。ああなるほど。ジャミーズのマーボーラからとかだと僕もわからないけど、まあまあジャミーズの元ラブリッシュの当初からね。はい、マーボー出てますよ。僕その時マーボーこんなやつでしたね。うん、あれあの時がドレッドでドレッドでやばかったっすよね。やばかったけど、誰か歌わないかと、ラブラブしないかって言った時にドゥドゥドゥでって歌ったんがブギーマンで、その時まだ16かそれはお客さんで来てたブギーマン。お客さんで来てた、うん、多分来てて見てて、それをまあ友達が来てて歌いに行って、すごい上手い子がいてる。